皆さんこんにちは伊藤塾講師の高橋と申しますそれではこれから私が担当する直前対策講座これで克服弱点分野攻略講座マイナー分野編のガイダンスを始めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますそれではまずこちらの講座構成について簡単に説明をしていきたいと思いますがこれで克服弱点分野攻略講座というのは二つのパートに分かれています 一つ目のパートが品質分野編というもので北谷先生の担当になっていきます。もう一つのパートがマイナー分野編であり、こちらは私が担当させていただいております。今回はこちらのマイナー分野編にフォーカスを当てた説明をしていきたいというふうに思います。このマイナー分野編のコンセプトでありますが、こちら、マイナー分野を最小限の労力で攻略していくということです。 ここで言うマイナー分野っていうのは多くの受験生にとって手薄になりがちな分野例えば貸金等年保証契約とか低等証券の登記とか出されたらうっとなってしまうような分野のことを指していきますがこのマイナー分野を最小限の労力で攻略していくのがこの講座のコンセプトになっていきますではそもそもマイナー分野なんて学習していく必要があるのかということをお話をしていきます 多くの受験生がマニナー分野に対してこういったイメージを持っているかなというふうふに思うんですけれどもマニアックな分野だから対策をする必要はないかなあるいはよく分からない分野が多くて効率が悪そうだなこういったふうに考えている受験生が多いかと思いますが実はそうではありません対策は必要ですし実はコストパフォーマンスが悪いわけではないむしろ優れている方だということですですからむしろ マイナー分野の問題こそ合比を分ける問題こういっても過言ではありません具体的に説明をしていきましょう基準点プラスアルファの上乗せ点を狙うには正答率が低めの問題50%程度の問題も正解をしていく必要がありますつまり上乗せ点を獲得して最後合格をするためには周りとある程度差をつけていく必要があるわけですだけれどもそこで定番の分野で差をつけようとしてもなかなかうまくいかないんですね 定番の分野というのは例えば、定等権とか設立の登記とかこういったところは多くの受験生が手厚く対策をしているだからみんなしっかり勉強しているわけなので差をつけるには細かい知識を吸収しなければならないそれこそマニアックな知識だからコストパフォーマンスがそんなによくないわけですここで差をつけようとしても。 それに対してマイナー分野というのは多くの受験生が対策を怠っているわけですからだから大所の知識マイナー分野の中でも基本的なところだけを学習すればすぐに差をつけることができるですからここで何が言いたいのかというとマイナー分野というのは差をつけるためのポストパフォーマンスというのは実は抜群なんですよということであります。 だからこそマイナー分野を最小限の労力で攻略し効率的な上乗せ点の確保を狙うというのがこれで克服弱点分野攻略講座マイナー分野編なんだということですただ一点注意していただきたいのはマイナー分野の対策は確かに必要になりますが普段の学習における優先順位というのはやはり定番の分野品質分野の方が優先順位は上になっていきます マイナー分野の対策も必要なんですけれどもそこばっかりやっててもしょうがありませんのでえ普段の学習においては定番の分野品質分野の方を重点的にやっていただきたいつまりマイナー分野の対策にそこまで時間をかけていただきたくないんですね。だかからこそ当講座のメリットは何とというと 時間を割きたくないマイナー分野を最小限の労力で集中学習できるということですつまりマイナー分野をちゃちゃっと片付けることができるそれが当講座のメリットになっていくわけです、えー、具体的には、えー、この講座を取るのであれば普段そのマイナー分野を勉強しなくていいわけですこの講座だけで完結させていきますからですから浮いたその分品質分野に時間をかけやすくなるこれが実は最大のメリットそして2年目 基準点プラスアルファの上乗せ点を得点することができる3点目本試験に自信を持って臨むことができるですからこういったマイナー分野の対策までしっかりやってきたわけだから何が出されても大丈夫そういった強い自信を持って本試験に臨むことができますよということです以上がこの講座のメリットになっていきますが次に当講座のポイントを紹介していきます1点目1回12時間の講義でマイナー分野を速攻マスターしていきますよということです 具体的には各回分野別に受講することができるので弱点分野の対策これをピンポイントですることができます自分の苦手なところをピンポイントで克服をすることができるそして教材が PDF ダウンロード形式になっているわけなので規模としては大体2 3 0ページ程度ですねですから配信開始と同時にすぐに印刷して学習をすることができるだからこそマイナー分野を速攻マスターしていきますよということです そしてポイントの2つ目でありますが制度書士が充実した問題付きのテキストで効率的な学習をしていきますまさにマイナー分野の対策に特化したテキストを使っていきますでは実際にどういったテキストを使っていくのかこういったものを使っていきますこのように図を多彩に盛り込んでいますのでイメージをつかんで学習することができるそしてさらに余白のところに問題チェックという問題をその本部のところに合わせて載せています ですからこのように問題でどのいういうに聞かれるのかということを把握することでどこをどのように覚えればいいのかこれが分かるわけなので無駄のないインプットが可能だからマイナー分野の対策時間を最小限にとどめることができるそういったテキストになっていますさらには制度書士の記載が充実しているのでなじみのない分野今まであまり勉強していなかった分野でも理解しやすくなっていきます ですから講義の中ではただ覚えてくださいねで終わりではありません理解を踏まえた頭に残る記憶これを提供していいいいきたいとういうふうに思いますそれではこの講座昨年は違う名称だったんですけれどもこれを受講して合格を果たされた方からいただいたコメントを紹介していきたいと思います一般的に手薄になる分野を自分は対策してきているという自信をつけたくてこの講座を受講しました 本試験で精神的優位に立つためにも非常に有意義な講座でした。ありがたいことにこういった言葉をいただいています。ですからマイナー分野に強くなるだけではなくて、気持ちの面倒もメンタル面としても強くなることができたということです。それでは最後になりますが、マイナー分野編の取扱分野をまとめておきましたので、ぜひご覧ください。 これら一つ一つのところですねこの分かれているところをピンポイントで実行していただくことができますもしいいなというふうに思っていただけたならばご検討いただければ幸いです加えて北谷先生の担当する品質分野編もまとめておきましたのでこちらもご検討いただければ幸いですそれでは今回のガイダンスは以上になっていきます最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました